ハレリア、こんばんは。こんばんは。はい、小太郎さん、こんばんは。ハレリア、アメン。こんばんは。ハレリア。はい、カズキさん、ハレリア。リーフさん、ヒカルさん、こんばんは。ハレリア、アメン。こんばんは。今日はひな祭りですね。ひな祭り。で、そうですね。やはりですね、そういう、こう、お祭りとか、カレンダーとか、そういうことの中でですね、信仰を、こう、話していくと分かりやすいんじゃないかと思います。メラニさん、こんばんは。はい、USS さん、こんばんは。いろいろですね、この、ね、いろんな暦、お祭り、いろんな出来事、ニュースとかね、事件とか事故とか、そういうことも含めていろんなことを通して、いろんなことを通して学ぶことができます。ある意味ではすべてのことですね。すべてのことを通して信仰を学ぶことができます。イエス様もさまざまな状況の中でいろんなものを用いて教えました。いろんな出来事ですね。嵐の時の出来事、それからパリサイ人たちがこうクレームをしてた時のこと、病気を癒した時のこと、ね、それからそうです、お祭りの時、神殿を見た時、いろんな形でですね、いろんな形でイエス様も、教えました。そういうわけで、私もいろんな形の中で、皆さんに信仰を伝えられたらと思います。ぜひ皆さん、いろいろ原則を知ってください。霊的な原則を知ってくださいね。もちろんですね、細かい部分で間違いも、あるかもしれません。推測の部分もあるかもしれませんので、完全に合ってるということではありません。聖書の原則を適用していきますが、聖書の原則を適用する中でも間違って適用することもあるかもしれません。ですから、そういう私の言ってることの中にも間違いがあるんだということの中で、絶対こうだということではありません。そういうことで、そういう形で聞いてくださると嬉しいと思いますね。まず原則からいきますね。原則、まずお祭りですよね。ひな祭り、このひな祭りはね、なんか江戸時代の、女の子のお人形遊び、お人形遊びからだんだんひな遊びからひな祭りっていうふうになったらしいので、ウィキペディアに見るで 見たら、そのどのようなことで起きたかっていうのが書いてあります。最初は女の子の人形遊びだとしても、それがだんだんだんどういう形になっていくことなんですね。で、まずですね、原則の一つは、私たちクリスチャンはですね、クリスチャンをお祝い、お祭りします。お祭りですね。で、そのお祭りの原則は、イエス・キリストを祭ること。このイエス・キリストを祭ること、これが本当のお祭りだよというのが、まず一つの原則ですね。イエス・キリスト以外は祭らないというですね。イエス・キリスト以外のことではお祭りはしない。イエス・キリストだけを祭る。これがまずクリスチャンの原則だと思いますね。イスラエルのお祭りは、基本的には、杉越の祭りとか、カリオの祭りとか、ハツオの祭りとか、ラッパの祭りとかいろいろありますけど、結局はあれは全てイエス・キリストの祭りというふうに考えますね。イエス・キリストの祭り。そして当然、神様は一人しかいません。神様が一人しかいないし、その神を祭る。神を祭ることが祭りなんだよというのが原則ですね。じゃあ日本のお祭りは何なのかというとですね、原則的にはイスラエルのお祭りから来てると私は思います。全部のお祭りとは言いませんが、全部の祭りかどうかは分かりませんが、多くの祭りは、イエス・キリスト、イスラエルの、
イスラエル文化から来たユダヤ教のお祭りから来てると考えます。まあ、それは皆さんもググってくださるといろいろ出てきますので、いろいろググってください。でこのひな祭りがイスラエルの祭りかどうかはちょっと私はもちろん分かりません。分かりませんが、そのいくつかのコメントがありますので、そのいくつかのコメントで、考えてくださいね。まず一つ目ですが、まずこれはですね、この天皇皇后の、まあ、結婚式なんでしょうかね。天皇皇后の結婚式の形と言いましょうか。つまり天皇と皇后が並んで、その下にこういろいろね、家来がいるという形です。つまりこれはロイヤルウェディングというロイヤルウェディングね、天皇の結婚式という形なんですが、で、その霊的にですね、霊的に私たちは本当の結婚式はイエス様と教会だよっていう話をしています。人間の結婚というのはイエス様と教会の結婚式を表します。将来天国で私たちは花嫁として、イエス様と結婚する、これがキリスト教ですね。それは、黙示録に書いてあるんですが、まあ、もう一回ちょっと、何回か出してますけれども、見てない方がいるかもしれませんので、ちょっと参考に、ここですね、黙示録19ですね。黙示録19の6節から言いましょう。6節からね。また私は大群衆の声、大水の音、激しい雷鳴のようなものが、こういうのを聞いた。ハレルヤ、万物の支配者である、我らの神である主は王となられた。私たちは喜び楽しみ、神を褒めたたえよう。子羊の婚姻の時が来て、花嫁はその用意ができたのだ。花嫁は光り輝く清い麻布の衣を着ることを許された、ね、この子羊がイエス様ですね。子羊がイエス様で、この花嫁は教会です。でイエス様が王となられた。イエス様が王となられて天国で結婚式がある。これがですね、まあ、本当の結婚式。そしてそれは、クリスチャンの希望でもあります。クリスチャンが天国に行くことが希望なんですが、何しに天国に行くかということは、イエス様と結婚するということですね。イエス様と結婚する。これが、原則です、原則。この原則を考えてみると、天皇の結婚というのはまさに、イエス様と教会の結婚式を表しているんだよ。人間の結婚というのはイエス様と教会の結婚を表しているんだよということで、ぜひ皆さんが結婚するときにはそのようなことの中で信仰結婚してください。信仰結婚というのはその本当の結婚を表す結婚だということですね。イエス・キリストを信じる信仰による結婚をする、ね、ですからその結婚というのは単なる動物的なものではなくて、神が定めた素晴らしい、ね、意味があるんだということですね。それでこのひな祭りはまさに天皇の結婚式なんですけども、結局はこれは霊的にはイエス様と教会を表す結婚式の一つの偶像になってるんだよということですね。一つの偶像になってるということですね。まあ、女の子がですね、将来お嫁さんになって、この結婚したいという憧れ、それは女の子がそういう憧れを持つかもしれませんが、その女の子に小さい時から信仰結婚を教える必要がありますね。あなたは将来、素晴らしい成熟したクリスチャンと結婚しなさいと、そのように教える必要がありますが、私の子供たちもですね、小さい時から、
いいクリスチャンと結婚しなさいと、素晴らしいクリスチャンと結婚しなさいと、そのように子供たちに、教えてきました。それでですね、まあ、そういうわけでロイヤルウェディングだということですが、私たちクリスチャンは本当のロイヤルウェディングに参加することができます。で、もう一つの側面は何だったかな。そうですね、もう一つの側面はね、あの江戸時代の末だったかな、身代わりビナとか言ってですね、その、結婚す、あの女の子が結婚するときに、まあ、ひな人形一式を持たせて、その身代わり、つまりその女の子の厄除けみたいな、厄除けみたいな形でそのひな人形を 花を嫁入り道具にしたという話がウィキペディアに出ておりますが、これもですね、まあ、ある意味ではイエス様のことを表しますね。イエス様も私たちの罪の身代わりで十字架で死んでくれましたが、このひな人形がその女の子の厄除けという形で、身代わりということで、そういうひな人形を、まあ、飾るということ、これもちょっとなんか似てる感じがしますね。まあ、そういうわけで、このひな祭りというのは、そういうそのようにこう本質的に考えて、霊的に考えることによってですね、ある意味で意味があるかもしれません、ね、クリスチャンとして、そういう意味を感じることはできるけれども、しかし世の中ではそういう信仰抜きでやっている、信仰抜きでやっているということの中で、私たちクリスチャンとしてはそれは、信仰的ではないね、ある意味で偶像崇拝的になってるんだということですね、偶像崇拝的になってる。すべてのお祭り、イエス・キリストに関わらないすべてのお祭りが偶像崇拝的なんだよということですね、そういうことで私たちはですね、その偶像崇拝を見抜く必要があるんだよ、先週今週ずっとこう偶像崇拝的な話をしてきましたけれども、私たちは、悪魔によって偶像崇拝を強制されている世の中なんだよということですね。ね、こう普通だったらですね、なぜひな祭りが偶像崇拝なんですか、子供のお祭りじゃないですか、そんな、変なこと言わないでください、ひな祭りは楽しいじゃないですか、日本の文化じゃないですか、何が偶像崇拝ですか。まあ、一般の日本人の感覚からするとそういう感覚だと思いますが、でも皆さんやっぱりですね、昔からあるとか文化だからとか日本の伝統だからといって鵜呑みにするのは良くないと思うんですね。やっぱりですね、伝統だから正しい、文化だから正しいなんてことはないですよね。やっぱり、良くないものは良くないとね、良くないものは良くないと見抜く必要があるんではないでしょうか。そうですね、なんかよくお祭りかなんかでね、お祭りかなんかでよく人が死ぬようなお祭りってあるじゃないですか、危なくてね、危なくてなんかこう毎年何か死んでしまうようなお祭りもありますけど、ああいうのはね本当に良くないってことわかると思うんですが、しかし私が言いたいのはやはりその偶像崇拝的になっているんだよということですね、偶像崇拝的になっているものは良くないんだよということですね。つまり偶像崇拝の本質は、本当のお祭りではなくて、本当のお祭りではなくて悪魔に乗っ取られたお祭り、悪魔に乗っ取られたお祭りなんだよということですね、ですから皆さん、日本人っていうのはですね、日本っていうのはお祭り結構多いですよね。これはあのイスラエルの影響だと思うんですが、日本はお祭りが多いです。私も日本人としてお祭り気分は好きですね、お祭り気分好きですけれども、
だけども、そのお祭りの中に、ね、潜む偶像崇拝を、それを見抜く必要があるんだよということですね。実はですね、私も結婚する2ヶ月前に洗礼を受けたのかな。2ヶ月前に洗礼を受けて、結婚はですね、今の妻なんですけど、まだ妻がクリスチャンになる前、クリスチャンになる前、未信者の時に結婚したんですね。で、実はですね、恥ずかしいんですが、出雲神社の使者と言いましょうか、出雲神社の東京かなんかにあった、そこで神前結婚してしまいました。まだよく信仰のことがよく分かってなくてですね、未信者と結婚したり、神前結婚してしまいました。それから6年ぐらい経ってから妻がクリスチャンになって、で、洗礼を受けたんですが、その洗礼と同じ日に、もう一度イエス・キリストの前でもう一度結婚式をしました。同じ妻とですね。ですから私たち夫婦は2回結婚式をしましたね。1回目が神前結婚、2回目が教会でということで。それで、何を言いたかったのかな。私が言いたかったのはですね、何が言いたかったのかな。その妻がですね、花嫁道具でですね、花嫁道具じゃなかったかな、結婚して子供が生まれて、ひな人形を、実家から送ってきて、それから5月の節句ではなんか兜とかなんか送ってきたんですけど、もうその時はクリスチャンだったので、ちょっと、義理の両親には申し訳なかったんですが、ひな人形も5月の節句も飾りませんでしたね。飾りませんでした。なぜ飾らなかったかというと、ご両親はクリスチャンじゃないからわからないかもしれませんけど、クリスチャンとしてはそのイエス様を崇めるものでない限りはお祭りはしないと。イエスキリストだけを崇める、イエスキリストだけを崇める、それ以外のものを崇めない、それ以外のものを祀らない、それ以外のものを楽しまない、そういう原則で、ひな祭りの人形は飾りませんでした。ね、まっすぐ捨てるってことはできませんでしたけど、何年かしてから捨てました。ね、人間的に見るとちょっと考えられないかもしれませんが、しかし大事なのは神様がどう思うか、神様がどう思うかということがとても大事な、基準になります。人を喜ばすべきではなくて、神を喜ばす。人を喜ばすべきではなくて、神を喜ばす。これが大事なポイントなんですね。大事なポイントですね。それからですね。それからですね、もう一つ、ひな祭りではないんですが、私の長女ですね。長女が小学校2年の時かな。1年、2年の時に、学校、公立学校行ってたんですね。長女だけが公立学校行ってたんですが、その時にね、この学校のお祭り、学校のお祭りで、学校のお祭りで、おみこし担いだのかな。おみこし担いだり、なんか宗教的な怪しいようなことをやってたので、で、私はもうそういう偶像崇拝したくなかったので、長女が、しないように学校の先生にですね、うちはクリスチャンホームなので、ちょっとそのおみこし担ぎさせたくないんですということで、かわいそうで一人でなんか自習してたようですね。それから七夕でも短冊に星に願いを書くじゃないですか。短冊に願い事を書きますね。で、結局これは星に願うということで、これも偶像崇拝なので、それもさせたくなかったので、学校の先生に、うちの子はクリスチャンホームの子供なので、ちょっと星に願い事はできないのです、イエス様だけにしかお祈りしませんので、ちょっとさせないでくださいということで、で、その
娘だけがちょっと自習をしておりまして、ちょっとかわいそうでしたね。でもこうなったらもうね、もうあの学校もやりづらいでしょうから、こういうあの親がいたらですね、学校も困るでしょうからって言って学校を辞めさせましたね。それがですね、学校行かなくなった理由です。学校行かなくなった理由ですね。でもうキムガヨも歌わさせたくないし、日の丸も形容させたくないので、もういちいちね、こう出ません出ませんっていうのも、そのだったら来なきゃいいんじゃないかということで、でそこであの学校行かせなくなって、で、辞めた学校を辞めてから1週間以内にですね、神様が、クリスチャンの学校を紹介してくれたんですね。で、すぐにクリスチャンの学校に、転校しましたけれども、しかしそれはチャーチスクールなので、まあ、普通の学校と違って、ちっちゃな学校だったんですね。まあそれからそういう公立学校行ったら偶像崇拝させられるということで、9人とも公立学校行かなかったということですね。結果的には良かったと思いますよ。私はあの、9人の子供が偶像崇拝しなかった、公立学校行って偶像崇拝しなかったということの中で、霊的には非常に良かったと、本当に、後悔どころか、やっぱり大正解ね、大正解だったと考えております。はい、それでですね、それがまあ要するに、偶像崇拝を、まあさせたくないということの、まあ教育的な面ですね。はい、あとどんな話があったかな。はい、はい、それでですね、次の話何があるかな。あとおひな祭りで何か話をするとすればですね、そうですね、おひな祭り、そうですね、もうちょっとね、専門的にやってる人もいるんですね、こういうお祭りに関してですね、あのなぜダメなのか、なぜどういうとこがダメなのかということをちょっと専門的にやってるクリスチャンもいますので、本当はそういう人から聞くのが一番いいんですが、私はまあちょっとしかわからないので、ね、あんまり言えないんですけれど、まあ、もしですね、将来あの日本の祭りがみんなユダヤ教から来た祭りだということで、そういうことの中でもう一度作り変えて、キリスト教としてやる、キリスト教としてひな祭りやるとかね、キリスト教として七夕をやるとか、そういうことあるかどうか分かりませんが、まあそういうことの中で、その、イエス様を祭るんだということであれば、また新しい文化としてですね、まあちょっと一言で言えませんが、新しい文化として、新しい日本の文化、新しい日本のキリスト教文化という形で、作り変えることはできるかもしれませんが、ちょっとそこのところはね、わかりませんが、まあ、とにかく、イエス様をお祭りする、ね、明日は日曜日礼拝ですが、この日曜日の礼拝もあのお祭りなんですね。お祭りなんです。礼拝はお祭りなんですね。セレブレーションと言います。セレブレーション、私たちは本当のお祭りをするべきですね。本当のお祭りをするべきです。私たちは救われた。私たちは神の子になった。私たちは将来天国で結婚式をする。本当のお祭りをする。これが大事なポイントではないでしょうか。はい。まあそういうわけでですね、今日はひな祭りですが、ひな祭りの霊的な意味は何かということを、話しました。ちょっとじゃあ質問コーナー行きましょうか。ちょっとひな祭りに関する、またお祭りに関するちょっと質問コーナーがあったら、ちょっと質問コーナーしましょう。十字架は偶像ですか。
あのですね、その十字架っていうのはイエス様がかかったという意味で偶像ではありません。甘酒禁止お酒もよくないね。お酒はね、五月人形もまた別な意味があって、神社のお祭り行ってはダメなんですか。あのね、まあそのお祭りの神社で参拝するとか、その行事に参加することは良くないと思いますが、鳥なしの祈りということぐらいで、屋台ぐらいはいいかもしれませんが、おみこしもですね、本来はあの神の契約なんですね。契約の箱なんですが、アークですね、アーク。だけど、今、日本のおみこしは、その、日本文化としてのおみこしですから、そういう意味では偶像崇拝ですね。偶像崇拝ですね。金魚すくいですか？金魚すくいはイエス様を救ってくださるということで、金魚すくいね、まあ、金魚すくいそのものが偶像崇拝ということはないですね。町内会ですか。町内会はね、あの神社にね、このお金が行く可能性があるので、そういう意味で私は入っていません。町内会費が神社に行っちゃったら良くないという感じかな。クリスマスツリーもね、いろいろ問題があるかもしれませんが、でもまあ、あの一応イエス様の誕生日ということではいいんじゃないでしょうかね。禁止が多すぎる。はい。孫ですか。それはあの親が決めるので、私が決めるわけじゃないので、孫のことはね。お酒は飲まない方がいいと思いますね、お酒は。ニコ生も偶像崇拝なのになんでやってるの。あのニコ生にはあのニコ生神社っていうのがあって、あれは偶像崇拝ですから、皆さんニコ生神社で参拝しないでくださいね。でもこの私はあのニコ生で伝道できてるわけですから、それはいいことではないでしょうか。イエス様の誕生日ははっきり分かりませんね。ニコ生の課金ニコ生の課金がニコ生神社に行ってたら困りますよね。ニコ生の課金がニコ生神社に行ってるんでしょうか。花見もお酒飲まなければいいんじゃないですかね。私はあの花見放送する予定です。去年もしましたけど、今年も花見放送する予定ですね。なんかもっと祈らないといけない気がする。アメン。アメン。ニコ生神社行ったことありません。ニコ生神社行きたくないですね。ニコ生教会ニコ生、まあ、この放送はニコ生教会みたいなもんですよね。この電動部屋はニコ生教会みたいなものです。飲酒運転したことないですね。そう、この世は全て偶像っていう感じですね。この世はすべて偶像、そんな感じがします。ホワイトデーですね。本来ね、あれです、セントバレンタインデーは男も女も関係ないので、ホワイトデーはあまりいらないと思いますよ。日本だけじゃないですか、ホワイトデーは。ホワイトデーいらないです。同性愛は禁じられています。朝鮮学校の高校は無料かなってないですけど、私はあれは差別だと思いますよ。あれはチャーチスクールも無料になってませんが、朝鮮学校もチャーチスクールも高校は無料化すべきですね。私のチャーチスクールの今高校生来てますけど、無料化なってません。かわいそうです、日本人なのにね。日本人なのに高校授業は無料化なっておりませんので、皆さん、抗議してください。抗議。ネット右翼ですか。なんかね、どうして
どうして私より古い世代が右翼なのに、なぜ今の若い人が右翼なのか不思議です。でも結局霊的な問題でしょうね。日本の霊が右翼なんですよ。戦前戦中の日本の霊が右翼なので、その霊が戦争を起こしたので、だからその霊がまだ日本に蔓延しているので、ネトウヨがあるんではないでしょうか。競馬は禁止ですね。競馬禁止です。動いたかな。あ、動きましたね。ごめんなさい。なんかね、ちょうど延長した頃、おせちなんですか。おせちは OK ですね。私もおせち料理好きですが、おせちは OK ですね。ちょっと変な顔で申し訳ありませんね。おせち料理は OK ですね。本当にね、ひどいですね。これどうしてでしょうね。これ X スプリットがちょっと悪いんでしょうね。はい。幽霊信じますか？幽霊は悪霊じゃないかなと思いますね。幽霊は悪霊。はい。それじゃあですね、明石タイム行きましょうかね。ちょっと待ってくださいね。明石タイム。明石タイム。はい。じゃあ皆さん、明石タイム行きましょうね。何明石タイムがいいかな。そうですね。お祭り明石タイム。ね。ちょっと、わけわかんないですね。要するに、イエス様だけを祭る。イエス様だけを喜ぶ。イエス様だけをお祝いするという。祭り明石タイムスタート。祭り明石タイム、明石タイムスタート。行きましょう。腰痛が治りました。早稲田に受かりました。十字架を買いました。AV に興味がなくなりました。イエス様だけのお祭りを祝おうと思いました。アメン。この放送で救われました。十字架みこしを作りました。日本のお祭りに行かせないと決めました。十字架のストラップはどこで売ってますか？腹痛が治りました。胃潰瘍が和らぎました。イエス様を楽しんでいます。偶像崇拝やめました。笑いが止まりません。牛乳を飲むようになりました。祭りに、行かせないと思いました。家賃滞納しないと決めました。お茶が美味しいです。仕事が見つかりました。うな放送をやめました。鼻水が治りました。お酒やめました。末期がんが治りました。お花見放送楽しみです。認知症の可能性が高い。納豆を食べました。ヤフミの放送見なくなった。ヨスさんの放送やめました。偶像肝臓の値が良くなりました。アイドル放送を見なくなった。十字架にお供え物。
十字架のお供え物はしない方がいいんじゃないかな。中島さんはイエス様に救ってもらうべきです。アメン。2チャンネルの祭りにはもう行きません。アメン。ニコニコ中毒から抜け出ました。生の神を祭り上げることをやめました。いろいろなものを捨てました。宗教をやめれました。ひな祭りやめました。図書館に通うようになった。占い師に騙されていることに気づいた。この国を救う方法は油注ぎだと実感しました。アメン。教会に住むようになった。 AKB を聞かなくなった。イエス様のために毎日サタンを懲らしめています。油を注がれて燃え上がりました。僕も子供には絶対キリスト以外に祈らせない。絶対にアメン。子供がキリちゃん放送を見るようになりました。部屋が明るくなった。空き缶拾い始めました。キリちゃんが電動で心がけてることですか。やっぱり冷静ですね。冷静。油注ぎがなくならないようにするという。人に優しくなりました。イエス様のおかげで部屋に光が入ってきた。電車で席を譲りました。甘酒をやめて油注ぎを飲んでます。隙間風がマシになりました。毎日油飲んでます。君が代に違和感を感じるようになりました。対人恐怖症が治りました。お祭り証、お祭り証、君が代では起立しないと決めました。アメン。イエス様、世界中のイエス様のお祭りを見たいです。アメン。
私にも油を注いでほしいです。アメン。油は注がれてますよ。油は注がれてます。今度からイエス様祭りに参加しようと思いました。アメン。イエス様が喜ばれる方法というのは祈り以外にありますか？ありますよ。イエス様の教えを守ることですね。イエス様の教えを守るとイエス様喜びます。ローマ法と会ったことはありません。何時までですか？8時までです。イエス様を悲しませるのをやめました。罪を犯すとイエス様が悲しみます。罪を犯すとイエス様が悲しみます。学校の先生の言葉よりイエス様の言葉を信じようと思った。アメン。アメン。キューちゃん放送、イエス様は見ているでしょうか？ここにイエス様がいます。ここにイエス様がいます。この部屋にイエス様がいるんです。悲しみにさよならしたいと思いました。この放送で信仰の熱をほっと、もっと、イエス様が見えました。日本の毎日がイエス様フェスティバルになりますように、ジーザスフェスティバルですね。皆さん、毎日がジーザスフェスティバルです。毎日がイエス様祭りです。毎日がイエス様祭りです。この伝道放送はイエス様祭りです。ジーザスフェスティバルです。ジーザスフェスティバルです。はい、それじゃあありがとうございました。ありがとうございました。アメン。お花見配信、4月の初め頃じゃないかなと思いますね。4月の初め頃。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ファイナルメッセージです。ファイナルメッセージです。私たちは日本人でですね、お祭り気分、昔の人とか分かると、今の若い人はあまりないかもしれませんが、お祭り気分は、よく分かると思うんですね。ちょっとお祭り気分が好きな人。お祭り気分が好きな人が1、お祭り気分わからない、嫌いだとかわからないとかいう人が2ですね。これは日本のお祭りでいいんですよ。そのお祭り気分が好きだという人が1、よくわからない、嫌いだとかいう人が2ですね。お祭り気分ね、お祭り気分好きな人いきます。いいですか？1、2の3。あ、少ないですね。意外と少ない。意外と少ないね。私はお祭り気分好きですよ。お祭り気分はね、気分は好き。だけど、
あのお祭り気分好きだけど、日本のお祭りが、ね、偶像崇拝だっていうことに分かって、それは結局は肉的である、そのなんて言うんでしょうかね、むさぼりであると。だからその日本のお祭りっていうのはちょっとどっちかというと、良くないこと、なんかこうあのなんて言うんでしょうかね、この羽目を外してですね、悪いことをするような傾向があるじゃないですかね、お祭りの後に不貧困しちゃうとかね。だからやっぱりね、このあの日本のお祭りはやっぱり肉的なんですよね、要するにむさぼりなんですね。でも私はイエス様を知って本当のお祭りが分かったんですね。その本当の、お祭りはですね、イエス様を祭ること、イエス様を喜ぶことね、日曜日の礼拝明日10時半からありますけれども、この礼拝というのは、まさにお祭りなんですね。喜びなんですよ。喜びです。で、教会のイベントも楽しい。教会のイベント楽しい。つまりですね、クリスチャンが集まる、神の子が集まる、そこに神の国があり、そこに喜びがあるんですね。ですから皆さん、お祭りというのはまさに、イエス様をお祭りすること、これが本当のお祭りなんだよということですね。それが本当のお祭りなんだよということですね。はい、そういうわけで、皆さん、これからリバイバルが、ミラニさん明日来てくださるそうで、本当のお祭りは、リバイバル来るとですね、まさになんかお祭り気分な感じがしますね。リバイバル来るとですね、あちこちでお祝いして、ね、イエス様感謝します、イエス様褒めたたえます、ハレルヤーハレルヤーハレルヤー、なんか日本中がハレルヤーね、日本中がハレルヤー、これがですね本当の お祭りです。皆さん、リバイバルは本当のお祭りです。リバイバルは本当のお祭りです。日本中がお祭りだらけになります。今までは偶像崇拝のお祭りで、むさぼりのお祭りで、悪霊のお祭りでね、不貧困のお祭りでしたけれども、これからは本当のお祭りです。イエスキリストを祭る、イエスキリストを喜ぶ、イエスキリストをね、崇める、本当のお祭りがこれから起きるのです。皆さん喜びましょう。これから本当のお祭り、ね、悪霊祭りではない、ね、偶像祭りではない、本当のお祭りがこの日本で起きます。日本で起きます。これからあちこちでジーザスフェスティバル、イエス様を崇める本当のお祭りが起きます。皆さん喜びましょう。私たちはそのような、本当のお祭りをするべきです。本当のお祭りをするべきです。そして私たちはね、心の奥底から、魂から喜べる、魂から解放される、本当の祝福ね、その祝福のあるお祭りができるのです。皆さん、信仰というのは本当のお祭りなんです。信仰というのは本当のお祭りです。信仰というのはイエス様を祭ることです。信仰というのは解放であり、信仰というのは喜びであり、信仰というのは、ね、喜び、飛び上がることです。喜び飛ぶことです。これが、信仰です。礼拝の時私も飛び上がってますが、礼拝の時飛び上がってますが、お祭りは喜んで飛び上がることです。皆さん、多くの人は元気がないのは、ね、本当のお祭りをしてないからです。偶像崇拝すれば元気がなくなるのです。偶像崇拝をしたら元気なくなります。しかしイエス様を祭れば元気になるのです。本当のお祭りをすると元気になるんです。偶像崇拝をすると元気がなくなるんです。元気がなくなります。ですから皆さん、一緒に本当の
お祭りをしましょう。本当のお祭りをしましょう。ある意味でこの電動放送もお祭りです。ちっちゃなお祭りかもしれません。この電動放送もちっちゃな祭りかもしれませんが、この電動放送もお祭りなんです。お祭りなんです。もっと歌があってもいいですね。もっとこう踊りがあってもいいんですが、ちょっとこう今スタッフがいないので、あまり盛り上がらないかもしれませんが、この電動放送もお祭りです。お祭りです。一緒に、お祭りを楽しみませんか。一緒にお祭りを楽しみませんか。皆さんの中に、歌いたい人、踊りたい人募集しますので、皆さん、歌が上手な人、踊れる人いたら、これお祭りやりますのでね、お祭り放送しましょう。お祭り放送、まあ礼拝もお祭り放送ですが、本当はね踊る礼拝、踊る礼拝やりたいんですよね。なかなかね、踊る礼拝始まらないんです。もう踊る礼拝やりたいんですが、踊ってみたい、メラニーさん踊りたい、踊る礼拝そのうちしたいなと思うんですが、とにかくお祭り礼拝ですね。セレブレーション、いいですね。皆さん、リバイバルはお祭りです。リバイバルはお祭りです。皆さん、人生はね、喜ぶために生まれてきたんです。歌は上手なくてもいいですよ、リュウさん歌は上手なくても大丈夫ですよ。一緒に喜ぶんです。一緒にお祭りをするのですね。もう私たちはね、イエス様を喜ぶために作られ、イエス様を喜ぶために生まれ、イエス様に喜ぶために救われたんです。明日お金がない、大丈夫です。イエス様に祈ってください。イエス様お金ください、イエス様お金くださいと祈ってくださいね。イエス様が与えてくれます。イエス様が与えてくれますよね。祈ってみてください。願ってみてください。アメン。皆さん、人生はね、お祭りです。人生はお祭りです。そして天国行ってもお祭りです。天国に行ってもイエス様を祭ることができるのです。私たちの人生はイエスキリストを喜ぶ人生、イエスキリストを喜ぶ人生ね、兄弟姉妹の皆さん、一緒にお祝いしましょう。一緒に救いを喜び、一緒に神様を祭りましょう。お祝いです、お祝いです。ですから偶像崇拝に気をつけてください。偶像崇拝に気をつけてください。偶像崇拝は、悪魔のお祭りです。悪魔のお祭りです。悪魔のお祭りをしないで、本当のお祭りをしましょう。本当のお祭りをしましょう。アメン。それじゃあちょっと招きをしましょう。招きをですね、招き、はい。今日のひな祭りを通してお祭りについて学びました。ひな祭りは、天皇皇后のウェディング、結婚式を表しますが、本当の結婚式はイエス様と教会の結婚式。皆さん、天国行って本当の、ロイヤルウェディング結婚式出たいですか。本当の天国行って、天国行くためにはイエス様を信じなければ天国行けません。罪が許されて、罪が許されて初めて、天国の結婚式に出ることができます。そして永遠にお祭りで喜ぶことができます。天国でパラダイスで永遠にお祭りをすることができます。そのような、素晴らしい、その喜ぶ人生、喜ぶ天国、天国に行きたい人、イエスキリストを信じて天国に行きたい人、アメンと言ってください。イエスキリストを信じて天国に行きたい人、本当の、ロイヤルウェディングで出たい人、アメン。和樹さん、アメン。リーフさん、アメン。アメン。ヒカルさん、アメン。メラニーさん、アメン。アメン。ハレルヤ、アメン。アメン。じゃあちょっとお祈りしましょうね。お祈りしましょうね。
はい、小太郎さん、アメン。天皇お父様、この世は偶像崇拝だらけです。この世は偶像崇拝だらけです。嘘のお祭り、嘘の喜び、サタンによって騙され悪霊と関わるようなお祭りだらけです。偶像崇拝だらけです。そこには祝福はありません。そこには、呪いしかありません。今アーメンと言った方々が偶像から離れ、偶像崇拝から離れ、本当のお祭り、本当の人生を送ることができますように。イエス様だけを祭り、イエス様だけを喜び、祝福を受ける人生となりますように。どうぞアメンと言った方々の罪が許され、永遠の命が与えられますように。天から喜びが来ますように。天から命、永遠の命が流れてきますように。イエス様、どうぞ、祝福してください。祝福してください。リスナーの方々、アーメンと言った方々が祝福されますように。そして日本が、日本中がイエス様を祀るリバイバルが来ますように。あちこちでハレルヤと、あちこちでハレルヤと、みんなが喜び、みんなが楽しむ日本となりますように。どうぞイエス様、日本を祝福してください。日本を祝福してください。本当の神の国にしてください。本当の神の国、偶像崇拝の国ではない、本当の神の国となりますように。日本を祝福してください。日本人を祝福してください。イエス様お願いします。世界も祝福してください。イスラエルを祝福してください。北朝鮮、韓国、中国を祝福してください。残りの国も祝福してください。すべての国が祝福されますように。イエスキリストにあって、すべての国、すべての民族が祝福されますように。イエス様、日本を憐れんでください。日本を憐れんでください。偶像によって縛られています。悪魔によって縛られています。解放してください。イエス様の血潮によって解放してください。解放してください。解放してください。日本に来てください。あなたの訪れが必要です。日本に歓迎します。招待します。日本に来てください。イエス様、日本に来てください。この国に来てください。この国の悪霊を追い出してください。悪魔を追い出してください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、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 ハレルヤ、アーメン。皆さん、もうすぐ、お祭りが来ます。もうすぐリバイバルが来ます。もうすぐ春が来ます。もうすぐ喜びが来ます。皆さん、待ち望みましょう。待ち望みましょう。日本は祝福されるのです。日本は変えられるのです。喜びの国、お祭りの国、祝福される国になるのです。皆さん、待ち望みましょう。イエスキリストに会って、イエスキリストに会って希望を持つのです。待ち望むのです。春を待ち望むのです。解放を待ち望むのです。もうここにいる方々はある意味で解放されています。油注ぎを受けています。皆さん、もうすぐです。もうすぐです。もうすぐです。春が近いです。春が近いです。皆さん、待ち望みましょう。ありがとうございました。明日は朝10時半から礼拝があります。起きれない方は起きてくださいね。明日朝お会いしましょう。シャローム、シャローム、おやすみなさい。シャローム、アーメン、アーメン、シャローム、アーメン、ハレルヤ、アーメン、アーメン、ハレルヤ。